環境省の前身である環境庁の設置から半世紀50年、また環境基本法制定から30年を経過してなお、環境課題は複雑化、深刻化しています。しかし、環境に対する国内外の社会情勢や国民理解が変わってきているにもかかわらず、政府の環境政策の方向性を定める基本法は全く見直されていません。それどころか、昨年はさまざまな課題が指摘されていた GX 推進法案や GX 脱炭素電源法案が環境委員会ではなく経産委員会で議論されるなど、経済最優先の政策志向となっています。総理が環境と経済の両立が必要と言いながら、実は環境を軽視し経済を最優先としてきたのはなぜですか。そうすることで人の健康や環境に重大かつ不可逆的な被害をもたらすとともに、結局のところ経済にも大きな負の影響を与えることは歴史が証明しています。昨今の気候変動政策の中で提言される気候正義といった世代間地域間を超えた公平性の考え方や健康や環境への被害を防止するための予防的な考えを踏まえ、時代が求める基本法の改正が必要不可欠と考えますが、総理の見解を伺います。環境基本法では将来世代の利益、すべてのものの公平な役割分担、環境保全上の支障の未然防止等が規定されています。その時々の最新の課題と環境政策の方向性について、これまでも環境基本計画において具体的に位置づけ取り組んできたところであり、本年第6次環境基本計画の策定を予定しています。これらを通じて今後とも時代が求める環境政策を進めてまいります。